キチャンネル。ジョブ。こんにちは。サバイバルポジションセブン。ね、はい、あの日焼け真っ黒です。キャンプお疲れ様でした。ね、ね、うん、今日2月14日ということで、はい、今まで10球団のサバイバルポジションは、はい、あのかいキャンプイン前に撮ったんで、うん、今日もう2月14日なんで、はい、あのキャンプ視察終わっての、うん、このサバイバルポジションの収録になりますけども、はい、なんと佐々木は西武ライオンズのキャンプに行ってません。はい、唯一見られなかったんですよね。うん、来てないんだね、宮崎行ってた時ね、うんうん、俺1から4までいたのに、うん、5人来てるから、はい、それも無理よね。一球団だけ結構遅れて、ね、そう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 、ワンクール遅らすから、うん、俺が12球団制覇できなかったらなんか、はい、ダゾーンの広島だけ見れませんみたいな感じになってるな俺の西武ファンの人が俺11球団全部出してるのに西武ファンの人が俺の評論を読めなかったっていうね。うん、そうですね、うん、まあ、でも11回るだけすごいですよ。だってあの期間に1日1球団の方を見てるようなもんじゃないですか。そうそう、日刊スポーツで11日出したからね評論、うん、そうなかなかいないよ。そうですよね。で、長崎は2月14日ハッピーバレンタイン。おえもちろんもちろん、もうチョコレート持ってきた、持ってきました。あるん、ありますあります。あるん、はい、何それ本命とかよくあるやん。何、うん、もうみんなに本命、もうみんなお世話になってるから本命、みんなに本命な、はい、あ、すいません、ちょっと受け取れないっす本命だったら、本命だったら受け取れないです。え、ギリだったら受け取ってくるんですか。はい、不倫だったらアウトっす。不倫だったらアウトっす。本命もらったらもう不倫っす。アウトっす、アウト。え、もう本命もらうだけで不倫になっちゃうんですか。うん、それも今どうなるか危ないから。文春とかが払えで、今それも俺に対する。え、払？チョコ払えで。チョコ払えで。何でも払つければいいと思ってるじゃないですか。本当に。美味しいよチョコレート持ってきてくれた。あのリンドールです。え、知らんな、そんなチョコレート。え、リンドール知らないの？有名だ。有名です、有名です。あー待った、これか、あーこれか。ロッテ以外のチョコレートってあるん、世の中あるん。僕も聞いたことないです。あー今思い出した、俺も聞いたことないよな。ギリギリでもロッテ以外、ロッテ以外分からへんから。え、じゃあロッテの板チョコとかを溶かして手作りはどうですか、うん、それうまく作れるの、そもそも。そりゃもう、うん、もう昔から。まあでもあれか、あのロッテの板チョコ溶いて作ったら誰でもうまくできるから。そうですよ、そうですよ、うん、昔からそれ作ってましたから。それなん今日違う。じゃあ何の話や。じゃあ受け取ってくれないって話ですよ。セーブのバイバルポジションだから。そうですよ、チョコレートの話しちゃうから。ごめんなさいね。ハッピーバレンタイン。うん、はい、毎年のくだりだから。はい、さあということで、セーブ、セーブのサバイバルポジション、まああのキャンプ見てないから、はい、詳しく分かんないけど、最近のニュースで言うと西川がめっちゃ調子いいらしい。うん、外野ね、はい。でもまあポジション見てるとキャッチャーはまあ多分ずっと出ることはないけど、メインはまあ古賀っぽいね、はい、でまあ隅田に入ってきて、うん、まあ、ここからそのね若手も含めてどうなるのかっていうところで言うと、うん、まあ、確定ではないだろうけど、うん、まあ、メインは古賀だね、はい、うん、ファーストアギラ、うん、アギラでしたね、アギラでした、うんうん、もう難しいからね放送局、はい、行くごとに読み方違うからね、はい、どれですかみたいなねこっちで統一してくださいみたいなね、はい、うん、スポナビ見ててのと放送局が使ってる名前が違かったりするからね、難しい、伸ばす位置違ったりとかありますからね、はい、でもシューベではアギラ、うん、がまあファーストだと思うのよ、はい、基本的には多分もうあの体型と過去のポジション見てても、うん、もうほぼファースト、はい、ほぼファーストがもう DH から、うん、でセカンド殿崎はまあ確定だね、まあ、そうですね、うん、でサードがもう流動的だから、もうサードはサバイバルポジションで、はい、でショートの源田は確定でしょ、確定、うんうん、で外野がレフトにコルデロってなってたけど、うん、まあ、ひょっとしたらアギラーがコルデロどっちか DH の可能性もあるんだよ、ね、うん、でもそしたらおかわり君どうするんだ問題と、はい、あと渡辺どうするんだ問題があるけども、まあ、そこら辺はもうね、まあ、おかわり君の40代ホームラン王も見たいけどね、見たいですよ、うん、それは、ね、でもまあ全試合は DH じゃないと無理だね、うん、だから DH のおかわりが入ったとしたらファーストアギラ、レフトコルデロになる、はい、でセンターライトはもうサバイバルだね、だから外野はほぼサバイバルだね、うん、ってことですね、うん、でも鈴木翔平もねちょっと怪我してるから、そうなんですよ ねそっからねどうなるのかっていうね、うん、ところもあるし、はい、でまあ岡林は膝のボールと外れてね、はい、まあ、ここからどうなるのかっていうところと、まあ、西川が今ね、うん、このキャンプでは調子いいっていうね、うん、シート打撃ではね隅だからね、はい、安打性のあたり連発してたっていうところもあるからね、うん、まあ、でもサバイバルだね、だから絶対決まってるのは外国人2人と、うん、で、二遊間、源田と野崎だけやな、だけですね、うん、まあ、だから本当にね、うん、ほぼサバ、はい、全サバじゃない、ほぼサバほぼサバわー、でもチャンス
はめちゃくちゃありますね。まあでもそこをどうにかしないと、うん、打つだけだからなと。ピッチャーはいいからやっぱ課題がやっぱその打つ方にあるっていうのはこういうの見ててもはっきりしてるね、うん、はい、だからこのアギラーとコルデロが両方復活したらもう終わりです。西武鉄道、うん、各駅停車ぐらいゆっくりです、はい、ゆっくりしか進めないです、うん、順位もそうですね、特急じゃないよもう。いやでも全駅停車、全駅。でももしかしたらオリックスの去年の頓宮選手みたいに、うん、誰かがいきなり首位打者みたいな、そういうのも、まあ、なくはないですよ。まあそう、可能性的にはね、可能性的に、うん、可能性的にはね、はい、うん、あと別件大爆発とか、別件、あ、別件、別件大爆発、サードも守らなきゃいけないからね、うん、そうですね、うん、守りながら、うん、うん、だからサバイバルポジションだからね。そうですね、うん、だからその新しい戦力と外国人次第だね、うん、打線はね。そうですね、うん、で続いて、うん、先発はほぼ埋まってんじゃん。高橋コーナーでしょ。いやもういっぱいじゃないですか。今井、平良、隅田、うん、松本で、そこであと与田とか竹内とか、はい、入ってくるしね、うん、一枠を、はい、誰が勝ち取るかだね。そうですね、もう5枚はがっちりって感じですね、うん、去年そこにエンスとかね、はい、いたからね、うん、そこを誰がもう一枠、はい、一枠勝負だね、うん、そこに竹内入ってくるのか、与田がね、うん、昨年のレベンジで入ってくるのか、はい、っていうところはあれだね、うん、でリリーフは甲斐の入ってきたからね、はい、アブレイユ、ヤンでしょ。ヤンがめっちゃいいらしいね。モイネロクラスらしい。へー、だからヤンの攻撃ってあるかもしれない。そうですねもう今ヤン逆にあのキャラクターでめちゃくちゃ今有名になってますよねめちゃくちゃ明るいっていう。見てないけど、うん、めっちゃいいらしい。へー、ね、で、まあ佐藤、水上、うんうん、豆田がいいからね、うん、ああ、だからどうなるの。まあ何人いるの。7人、6、7人アブレイユ、ヤン絶対なの。アブレイユ、ヤン、うん、水上、うん、豆田、甲斐野、うん、佐藤、うん、平井とかもワンクッションいるしな、サイド、うん、で新人の上田、まあリリーフも1ぐらいか、1ぐらい、まだ確定してないのはって感じですかね、うん、であとはもうアブレイユ、ヤン、アギラ、コルデロの外国人選手次第で枠が開くか開かないかだけど、うんうん、もう増田投手とかやっぱ確定だのもなくなってくるんですか。どうやろうな、でもね、ちょっとベテランですしね、いつも若干あの増田調整遅いからね。確かにスタート公式戦とか138キロぐらい投げるからね、はい、うん、ビビるからね、えみたいな。でもまあきちり合わせてきてるけども、うん、まあ、それがもし遅かったら、はい、ね、無理にはめ込まないと若手がいるから、うん、そこら辺がね調整次第っていうところになるけども、はい、まあ、先発リリーフで一人ずつだね、うん、でもそう思うと甲斐野投手入ってきたのは大きいですね。でかいよ。甲斐野抑えも普通にあるからね、はい、一歩間違ったらね、うん、そういったところでやっぱ投手陣のね厚さは出てるから、うん、打撃だね、はい、だからここら辺がどう埋まっていくかで西武の順位はまあ大きく変わっていくかなっていうね。そうですね。でもね、その新人の竹内、上田もね、うん、入っていけるところあるからね、はい、あとまあ本田圭佑とかもいるしね、うん、うん、そうですね、まあ、去年からもうピッチャーがものすごい良かったですからね。そう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 、で、あの佐々木チャンネルあの常連の青山くんがね、はい、先発ローテ、先発調整するっていうところがあるからね、はい、うん、そこローテーションね。そうですね、うん、あと一枠のところにね入ってきてほしいですけどね。可能性はね、うん、あの十分あるからね、はい、そこら辺はね頑張ってもらいたいっていうね、はい、でもやっぱその、うん、気になるのは、うん、伊勢のラオウじゃないですか。公使館大学初のね、はい、うん、佐々木チャンネル全面推しの、はい、俺がドラフトとかルーキー特集でどんな媒体出ても必ず名前が出てくる、はい、そうなんですよ。伊勢のラオウ、伊勢のラオウ、もう入り込む隙ないですか、ね、でも本人が今年じゃないって言ってね、はい、本人言ってんですか、ね、力つけていくっていうなんか謙虚なの、うん、あ、珍しい、最近では珍しい、うん、いやタイトルですとか、うん、1年目からとか、うん、結果わかんないよ、はい、結果どうなるかわかんないけども今のところ、うん、あの地道にやりますっていう。あ、そうなんだね、だから控えめでね、ラオウってそんな控えめだったっけどっちかっていうとトキちゃんトキって控えめなんですか。トキどっちかっていうと、うん、後方支援だからね。あ、そう、うん、じゃあ今のところ伊勢のトキですか。日本の野鳥になってくるからね伊勢のトキって言ったらもう確かにサウザーぐらいにすればよかったのにな。伊勢のサウザー、伊勢のサウザーな、いいよな、サウザー、サウザーじゃないですか。知らんの知らんのおいおい、レイは知ってる。レイ、あ、レイは、うん、あれゲームで出てきたんで、うん、パワープロで、うんうん、パワープロで、うん、出てきた。あ、出てきた。キャラでコラボしてて、そう、コラボしてたやつで、うん、フドは、レイ、フド、うん、フド出てこら、うん、フドめっちゃ優しい。へー、うん、何の話してるんですか伊勢の
から、まあ、伊勢の杉本みたいな意味だと思いますけどね杉本っぽいみたいなでも優しいラボだから優しいですね、謙虚だからねまあ頑張ってほしいですね。そうそうそう、はい、まあね、あと出てくるかどうかはね、はい、すぐこう来る可能性もあるから、ねうん、頑張ってたんで、はい、うん、まあでもまだまだ本当に野手の面では野手だね、うん、だからこの本当にね今西川が頑張ってるっていうところもあるけども、うん、そのこの練習試合オープン戦で、うん、誰が掴むかがね、はい、ほぼ様だからチャンス一気に開幕スタメンあるからね。そうですね、ちょっと頑張ったら秋山翔吾選手が抜けたぐらいから、うん、ほぼほぼ固まってないんですよね。全然固まってない、うんうん、だってまだ栗山とかはね晩年なのにまだ下手したら守備守りますぐらいあるからね。ありますねまあ、というところがね、はい、ライオンズのサバイバルポジションですね、うん、はい、はい。